どうも、ダライです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、モナコイン、IOST、ネームの方をやっていきます。はい。で、まあ、ビットコインからですね。はい。で、ビットコインが、これ冷やしなんですけども、まあ、平行チャンネルの中を推移していて、まあ、いよいよね、この、平行チャンネルのこの下の線タッチぐらいで、まあ、そこを打って、今少しだけね、反発してこようとしてきている段階です。で、まあ、移動平均線の、まあ、このね、赤ラインのこの下、ちょうどここで買い支えられたのかなっていう感じの展開です。で、まあ、RSI 的には問題ないし、まあ、ここタッチしたんで、まあ、今がロングのチャンスかなと。こっから上がっていくかなっていうところが、まあ、こっから上がって、一旦の上昇が来るのかなっていう感じです。はい。で、まあ、このね、上がっては来るものの、まあ、この横軸であるこの黄色線なんですけど、まあ、これがね、最高値の場所で、まあ、ここを抜けるかっていうところですね。そこまでの上昇が来るかっていうところなんですけど、まあ、そこが、まあ、一番のね、鍵になっていて、今一旦ね、他の通貨も含めて少しだけ下げてきて、で、まあ、今から反発しようかっていうところなんですよね。他の通貨に関しても。で、まあ、見た感じ、これ分かると思うんですけど、まあ、結構ね、青になっていて、プラスに転じてるのが多いと。まあ、そんなね、めちゃめちゃの上昇はないんですけど、まあ、リップルとかね、ステラか。ステラ系とか、は、まあ結構ね、上げてきていると。中央集権系の方が、まあ今ちょっと上がってきているという感じになっております。で、今後の展開なんですけど、まずは懸念から話すと、まあ、未だに変わってない。この三尊天井を描いての下落っていうのはもちろんまだ、捨てきれないところですし、もうちょっと言うとこのダブルトップからの下落も考えられるというふうになりますので、ここのやっぱり線を割ってきて、ここのね、平行チャンネル割ってきたら、まあさすがにここのネックラインも割ってきて、結構ね、強い、下落が訪れるんじゃないかなというふうな展開です。まあ、これがまず一つ目、懸念材料ですね。で、ここを割らずに上が横横するのであれば、このアセトラ状態のこの三角持ち合いの中をこう上抜けしてくれて、最高値を作ってくれるのであれば、またね、ちょっとしたイケイケドンドンが始まるのかなというところです。で、まあ、結局ね、なんだかんだ、まあ、ここ横横しておりますけど、言うてね、落ちては来てるんですけど、じわ下げでね、一回反発してまた落ちてきたりとかしてるんですけど、まあこの平行チャンネルでのこの上昇トレンド上には乗っかっておりますので、まあまあまあ、まだ全然、上を見ております。なんなら今ここ底打って、こっから上がってくる見込みっていうのがあるのかなっていうふうに感じ、思っております。で、ここに上昇群ももうありますし、まあ、ここはね、まあ、ちょっと離れているところですので、まあ、そんなにね、効いてるかというと、まあ、そこは微妙なところであるんですけど、まあ、でも一応ね、材料、好材料の一つとしては、まあ、上昇トレンドがずっと続いていると。上昇雲も下でね、流れていると。そこの上に乗っかって、上に推移してきているといったような、まあ、展開ですね。はい。まあ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 。チャートとしてはまあそうですね。だからここをとにかく見といて、買いたい人っていうのはもう今買っとくしかないですよね。もうどうしようもないので。で、まあ やはりこの平行チャンネルを抜けたタイミングとかで、まあ損切りを入れるのであれば、そういうところを、この平行チャンネルのこの下の線をね、下抜けしたら、まあ結構ポーンと下がってくると思いますので、それまでは持ち続けていていいのかなっていうところです。はい。で、この最高値更新したらもう買っていくしかないと。実体線でね、抜けたら買っていくしかないと言った感じです。まあ、そんな感じですかね。まあ、ちょっとじれったい相場が続いてますけど、まあ、今後のね、展開を見ていこうと。
まあ、この三角持ち合いに関しては、1月4日、あ、1月4日じゃない、4月21日ぐらいまで、ありますので、まあ、そこまではね、下手したら、まあ、よこよこしていく可能性というのは考えとかなくちゃいけないというふうな形です。はい。次はしてリップルです。で、リップルが、まあ、これちょっと、日足なんでちょっと見にくいですけど、1時間足。1時間足にしますと、こういった形になっておりまして、まあ、最高値作って、122円ぐらいまで行ったんですね。で、そこから、一気にズドンと下がってきて、ヨゴヨゴしていって、で、また最近またね、上がってきているという状態なんですけど、まあ、これがどういったことかっていうと、まあ、ここ見てもらえば分かるんですけど、まあ、この横線はね、もう結構ね、底固めされたと判断していいんじゃないかと、このね、横線、思います。まあ、なぜならば、まあ、ここでね、レジスタンスされていた。で、ここでもサポートされている。で、ここはね、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回。8回ね、この黄色線下抜けてるんですけど、ただ実体線でこのラインまで全部戻してきてるんですよ。まあ、近づけたらわかると思うんですけど、こうやってね、近づけてるのわかるんですけど、全部戻してきてますよね。下ヒゲつけてます。下ヒゲつけてるんだけども、実体線では全部このラインまで、ピシャリと戻してきております。ピシャリと。で、この辺は、ま、下ヒゲでも、ここまで、そこってたりもしますので、まあ、とにかくここは、まあ、意識されていると。いうふうに、捉えられますので、まあ、ここをね、割ることは、まあ、なかなかないんじゃないかなと思います。で、まあ、価格としては 99.48 円ぐらいのところを推移していて、まあ、ここを割ってきたら逆にかなりね、またね、悲観が走ってくると思いますので、まあ、ここを割らない限りは、まだ全然上を目指せるのかっていうところです。で、今、ここ、今ね、多分僕と同じようにここで底固めされたなということと、もう一つはこの大きな上昇雲っていうものもありますし、一旦そこを試して、上をね目指してきたというふうな展開だと思います。で、まあここで一回少し売られに入って、またね抜けるか抜けないかっていうところまで来ておりますので、上抜けするのであればまたね、ここの直近の最高値っていうところを目指して抜けていく可能性っていうのは全然あり得るのかなというふうに思います。で、もうこの100円台まで来たので、まあ僕はね、280円やったかな。ちょっと待ってね。行くと思いますよ。ちょっと待ってね。とりあえずね、今年中にどこまで行くかっていうのはわからないですけど、とりあえず、今は、この辺なんですよね。今この辺でモヤモヤしてるわけですよ。まあこれは過去の、バブルの時のこれチャートなんですけど、この辺でモヤモヤしてるわけですね。で、まあ、ここをね、ぶち破ってこう上げてきたとして、多分ね、この辺っていうのは結構ね、横されてた。まあ、これ日足だからちょっとわかりにくいですけど、まあ、ちょっと近づけてみたらわかると思うんですけど、まあ、この辺結構もたついてる箇所が結構いくつかあって、まあ、この辺っていうのは結構意識されてくるんじゃないかなと思うんですよ。で、これが、ま、一番上の方で見たら、あ、280円じゃないね。270円ぐらいか。270円とかそのぐらいのところなんで、まあ、270円から、この辺かな、200円から280円のこの間っていうところは結構ね、長いこと推移するんじゃないかなと思います。はい。で、そこをようやく長いこと推移していって、ぶち上げてから、ようやく最高値である400円台っていうところを目指していくチャートかなというふうに思っております。まあ、今は、段階としては、まあ、こうね、第一段階を踏んでいると。で、第二段階がここにあります。ね。で、第三段階を踏んで上を行くというふうになってると思います。
もう一気にね行くのっていうのはね、もうほぼほぼないと思ってください。まあよっぽどね訴訟問題が、完全に、勝利しましたみたいな、超高ファンダが出ると多分そういったことっていうのはありえるんですけど、このチャートだけでね値動きするにあたっての材料としては、まあ一気にね今ここにあるものがカーっていくことはないと思いますので、こう行ってまあこう横横してこう行って横横してっていう風に絶対まあそういった風になると思いますので、まあそこはね、まあもし本当かなと思う人はまあ僕のね、チャートと今後ね打ち上げた時に見比べて、見てみたら分かると思いますよ。はい、でまたちょっと1時間足戻すと、はい、なのでまあ結果的に言うと、まあ、買いを入れるのであれば、まあ、今ここをぶち当たってるので、まあ、抜けたタイミングで、まあ、実体戦でちゃんと抜けてきたら買いを入れてもいいと思いますし、もしかしたらこうやってね反発されてまたこの三角持ち合いの中で、ね、こう落ちてくる可能性ありますので、落ちてきたタイミングっていうのを狙っていけばいいと思います。はい、で、一旦ねどこで抜ければいいのかっていうと、やっぱこの横軸のこの線ですね、99円を下は回ってくる場合はまあちょっと強いね、下落が来ると思いますので、まあそこでね一旦逃げるといった風な戦略を取ればいいかと思っております。はい、まあ、とにかくここまで上がってきたことが嬉しいですよね。うん、僕もね結構爆益を得てます。はい、でツイッターの方にはね、どのくらいかっていうのは載せてるんですけど、まあ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 本来なら今までさ訴訟問題とかなかったらさもっと持ってたんですけど、もしその時の額だけ持ってたら7000万ぐらい入ってたはずなんですよ。だけどまあかなり減りましたけど、それと比べるとかなり減りはしたものの、それでもまあまあ稼げたなっていうぐらいの資金は、調達できてたので、まあ良かったなっていう感じです。はい、続きましてモナコインです。モナコインはこのダブルトップからの超超下落があって、そしてまあ今ね、地上げしながら、今上げてきているといった状態にあります。でまあこのラインがどうかというと、何かというとやっぱりこのねネックライン、まあちょっと下髭こう出てますけど、まあおそらくね、この辺が意識されてるんだろうなというふうに思っております。まあこことかね、でここもまあ一応で、あとここですねっていうふうにされているので、ここを抜けてから抜けて、まあ、ここでコマ作って、抜けてから、まあ、下ヒゲつけてますので結構強い上昇波が来てるわけですよ。でまた一旦横横入ってるので、まあ、この辺はね結構ね、ここでモヤモヤされた場所ではあるので、一時このモヤモヤしてからこの線をですね、240円ぐらいのところっていうのがやっぱりここでバチバチにサポートされておりますので、ここでねこの線をこう抜けてこないことには次の段階に行けないぞといった感じになっております。で、まあ、ここを抜けてきたら、まあ、直近の最高値目指す流れっていうのも、見えてきますので、まあ、この地上げここから引ける短期の、まあ、上昇トレンドといいますか、こういった形のねが引けますので、ここをねうまく、この徐々にこう上げてくればいいと思います。そして、まあ、ちょうどここがね上昇雲と下降雲の、まあ、交わるところというか、転換する場所でありますので、こういった場所っていうのは抜けてきやすいというふうなことがありますので、地上げしながら、徐々に上がってきてここら辺でポンと上げる可能性っていうのはまあ見といた方がいいかなというふうに思っております。はい、はい、じゃあ続きまして IOST です。はい、 IOST なんですけど、 IOST もね結構ね、地場上げではあるんですけど、まあ結構ね上がってきてるんですよね。でまあ全然悪くない、まあ結構調整踏んでからのね上昇踏んできておりますので、こうやって見てもらえば分かるんですけど、
まあ、ここからのね上昇ということで、今またさらにねこう近づいてみれば分からんけど強い陽線が出てきているというふうな形になっております。ってなると、まあ、ここのね、ここちょっと待ってね、このネックラインを上抜けしたら結構強い上昇が来ると僕はね、まあ、このもちろんこの下降トレンドもあるんですけど、こういう風なねここを抜けてきたら強い上昇が来るという風になっていたと思うんですけど、まあ一回ここでねちゃんと強い上昇が来て、でここで下げ止まってここ横横してますよね。このラインっていうところを抜けたら来るんじゃないかなっていう風に思ってたんですけど、まあ今ちょうど来だしてるところじゃないですかね、これね。今ちょっと強くなってきてるので、で考えるとここのネックラインを上抜けしてきておりますので、このねダブル、あちょっとめちゃめちゃずれましたけど、ダブルトップ下落がありましたよね、のこのネックラインですよねを今抜けてきたところっていうことになりますので、直近のこの辺ですね、最高値の前のこの2つの軸がやっぱり意識されてくるのかなっていうところです。はい、1つ目が 6.4 円付近で、もう1つが最高値、直近の最高値の、まあ、7円付近っていうところを目指してくるんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、IOST に関してはまあどちらかというと上目線で、まあ別にそんな悪い感じではないのかなって思っております。はい、まあ、先止まった場所を見てもまあここをね割らなければ全然良かったわけですけど、まあちょっとね上の方で買い支えられておりますので、まあ全然問題ないかなというふうに思っております。はい、だから基本まだ上目線で、まあこの上昇トレンド終わってきてからどこまで、ここのね、直近の最安値のところも割ってくる流れになったらちょっと深掘る可能性があるので、そこはつい注意しとった方がいいかなと、ここね、そこだけ注意しながら、まあ、トレードしてねまた買いを入れたい人っていうのは、まあ、今次の時間軸で今のこの陽線がしっかり実体線で残った状態で次の時間足になったら、あっていうかもうあと1分なんで、まあ、多分なると思うんですよ。そしたらまあちょっとした上昇来ると思いますよ。はい、というふうに僕は思っております。はいはい、じゃあ続きましてネムです。はい、はい、ネムです。ネムがね IOST みたいにこう一旦上昇して一旦落ちてきて地は上げはしてるんですけど、まあ、IOST ほどのね、大きな陽線を作れてないというところで、まあ、もうちょっとでねこれ抜ける陽線作ってますので、もうちょっとで抜けてるんじゃないかなと思います。でこれ抜けてくるのであれば、まあまあまあちょっとしたねポーンと上がるのかなというふうに思っております。でこの線は何かと言いますと、まあ、この辺でも聞いてはいるんですけど、この辺っていうよりもやっぱりこっちですよね。この横横の中で一番ね、反発を見せたところっていうのがここになるんですよね。この下落から一番反発を作った高値っていうのがここのラインですので、まあ、ここを抜けてからまああとちょっとなんですけどね、ここを抜けてからまあ、ようやくね、挑戦権が得られるのかなっていう展開ですよね。はい、なので、ネムに関してはまあちょっとね動きがまだ弱い感じなんですけど、でももう時間軸的にもうここをねどっちかに抜けなければならない、時期に来ておりますので、抜けたタイミングでのちょっとした下落、ちょっとした上昇というのはあるのかなと思います。ただまあここまでぶち上げるにはまあちょっとね出来高が弱い展開になってるかなっていうふうに思っております。直近の最高値はね、はい、52円とか3円付近までは、まあ、一気に上げる相場ではないのかなと、うん、勢い的には思っております。まあ、それよりも近いところで見たらやっぱり、1つ目のハードル、2つ目のハードルというふうに、まあ、段階がありますので、そういうのを踏んでいってからっていうふうになると思っております。はい、まあそういうぐらいですかね。まあ多分これ抜けたとしてもこの中横横結構、
うん、時間かけてするんじゃないかなと思っております。はい、だ僕はねやっぱこういうね下げた時に買うっていうのがまあ基本だし、下げたから買うんじゃなくて、なぜ下げたかっていう理解があれば買っていいと思うんですよ。うん、下げたからといってやっぱり本当にね草コイン化する可能性もありますので、どういった経緯で下がったのかっていうのをある程度、何パターンか用意して、で、あ、これならいけるわっていう風に考えてからするのがいいと思います。うん、で、まあ、チャートをね見るときに一番大事だなって僕は思うのは、まずは自分で分析するのが大事だなんですよね。自分の分析力っていうのをある程度信じるっていうのは大事なんですけど、ただ、いろんなね分析をしている人を見て総合的に自分の、分析に取り入れるっていうのが、まあそれもね自分の分析としてね取り入れ、自分の分析でもあるんですけど、うん、自分だけで考えるっていうのが思考ロックしてしまいますし、例えば上がってほしいなっていうふうにね、願っている場合とかだったら、どちらかというと上傾向に考えて してしまったりするわけですよ。うん、でそういった感情的な、まあなんていうのかな、まあ願いみたいなね、そういったものっていうのは取っ払って考えなくちゃいけないので、チャートと基本的なチャートの見方っていうのが一つと、あとはまあいろんな他人の意見を取り入れて、自分なりの分析戦略をするといったようなことが大事になってくると思います。はい、なので僕はねずっと言ってますけど、まあ、僕の言う通りにせろとは絶対に言わないわけですよ。ただ僕は確実に資金は上げてきております。ただもっと言うとですね、僕も僕だけの考えでやってないんですよね。僕なりの考え方もあります、もちろん僕なりの、やり方もあります。それとは別にいろんな人の情報を見た上で、それをね全て取り入れて、その中で精査して自分の考えにしておりますので、完全に自分だけのやり方とは言えないわけですよね。だからそこはやっぱ柔軟に思考ロックしないように考えないといけませんので、皆さんも、もしね、自分だけの考えでやっている人は、まあ注意した方がいいかと思います。はい、ということで今日の動画が良かったと思う人はいいねボタンと、グッドボタンよろしくお願いします。で、まあ、仮想通貨取引所は僕はビットバンクを推薦していて、ビットバンクさんっていうのは、手数料が安い、指し値取引ができるなどと、まあ、日本の中ではねものすごく初心者向けでアプリも使いやすくて、まあ、お手頃なね、値段でやっておりますので、まあ、ぜひ、登録してみてください。概要欄に載せておきます。はい、ということで今日も相場の続き終わりたいと思います。おつ。